浜田彦像、浜田彦像、明治30年12月12日は、幕末に活躍した通訳、貿易商新聞の父と言われる。洗礼名は、ジョセフ彦。幼名は、彦太郎。日本人で初めて、アメリカが衆国の市民権を取得した。帰国後は、アメビコの通称で知られた。生誕の地ヒハリマ国家古軍、アイムラ古宮で生まれる。幼い頃に、 父が亡くなり、年若い母が、金村の浜田村に住む吉右衛門と再婚、いぼ兄の宇野吉と共に育つ。海鮮お行とする父や兄の影響から、船乗りの仕事に憧れていたが、母が、よしとせず、2年ほど寺小屋へ通う。海江3年3月、800、石積み和船の船乗りであったいとこからの誘いで、初めて、四国のコンピラモーでの観光客を運ぶ和船に、 便乗した。海洋年3月、13歳の時に母を亡くす。その直後に、岐阜の船に乗って、海に出て、途中で知人の船、坂入り丸に乗り換えて、江戸に向かう航海中。その船が10月29日に、紀伊半島の大王岬沖で何羽。2ヶ月太平洋を漂流した後、12月21日に、南鳥島付近で、アメリカの商船。 オークランド号に発見され救助される。その後、救助してくれた船員たちと共にサンフランシスコに滞在。アメリカ政府より日本へ帰還させるよう命令が出て、海栄5年3月13日にサンフランシスコを出発し、5月20日に香港に到着する。そこから東インド艦隊長官、ペリーの船に同乗し、日本へ帰還するはずだった。しかしペリーがなかなか来ず、 その間に香港で出会った日本人力松の体験談を聞き自分たちがアメリカの外交カードにされるとの懸念から10月に亀蔵自作と共にアメリカに戻る。なお他の栄え力丸船員の多くは同じく森孫号事件関係者で上海定住していた日本人乙吉に匿まわれ後に新国船で 長崎経由の帰国に成功している。ただ一人センタ太郎はペリー艦隊に同行した。サンフランシスコに帰った後は、亀蔵、自作の二人とも別れて、下宿屋の下働きなどをしていたが、税官庁のサンダースに引き取られた。その後、ニューヨークに赴く。なお、亀蔵と自作はそれぞれ船員として働き、開国後に日本へと帰国している。 カエー6年8月13日には日本人として初めてアメリカ大統領と会見した。またサンダースによりボルチモアのミッションスクールで学校教育を受けさせてもらい、カトリックの洗礼も受けた。西海岸に戻った後、カリフォルニア州代表の上院議員のウィリアム・ウェムクイーンに秘書として招かれ、ワシントン DC に行き、安政4年11月25日には、 ピアースの時代の大統領ジェームズ・ブキャナンとも会見した。そして安政5年、日米修好通商条約で日本が開国したことを知り、日本への暴挙の念が強まった彦コは、キリシタンとなった今ではそのまま帰国することはできなかったので、ボルチモアで帰化してアメリカ国民となった。その翌年の安政6年に中日公使、ハリスにより、 神奈川領事館通訳として採用され、6月18日に長崎、神奈川へ入港し9年ぶりの帰国を果たした。翌年2月に領事館通訳の職を辞め、貿易商館を開く。しかし当時は、尊王王城一層が世に蔓延しており、外国人だけでなく外国人に関係した者も、その過激派によって狙われる時代であったため、飛行像は身の危険を感じて、 文久元年9月17日にアメリカに戻った。再度アメリカに帰った後は、文久2年3月2日に、ブキャナンの時代の大統領エイブラハム・リンカーンと会見している。同年10月13日に再び、日本に赴き、再び領事館通訳に職に就く。文久3年9月30日に、領事館通訳の職を再び辞め、外国人居留地で商売を始めた。 翌元次元年6月28日、岸田銀行の協力を受けて、英字新聞を日本語訳した海外新聞を発刊。これが日本で最初の日本語の新聞と言われる。ただしこの新聞発行は赤字であったため、数ヶ月後に消滅した。慶応4年8月7日、18年ぶりに帰郷。明治2年6月には大阪造兵局の創設に尽力した。 その後は、大蔵省に勤めて、国立銀行条例の返産に関わったり、茶の輸出、精米所経営などを行った。明治30年12月12日、心臓病のため東京の自宅にて61歳で死去。日本人に戻る法的根拠がなかったことから、死後、外国人として、青山の外国人墓地に葬られた。なお、国籍法が制定されたのは、 明治32年のことであった。14歳、平成18年3月27日放映の情報系バラエティ番組、開運。何でも鑑定団にて、スイスの写真研究家、ルイ・ミッシェル・ウエールから飛行像の写真の鑑定依頼があった。鑑定の結果、サンフランシスコ到着後に撮影されたものと断定、日本人を撮影したダゲレオタイプ写真の最古の記録を塗り替える。 大発見となった。どうぞ、ありがとうございます。